こんにちは。Amazon Supporter ーー堀秀夫です。今日は FBA 動品設定で、まあ、バッテリーについてのね、えー、情報を入れなさいと出てきたときの入力方法です。まあ、こんなふうな質問が出てきたとき、ね、バッテリー使ってないと、危険物も使ってないという場合はね、両方のでサブミットをクリックすれば OK です。電池を使わない商品の場合は1番目が n ね、これ電池使ってますかと使いますか ?2 番目が危険物に該当しますかと、えー、これ危険物って言ってるのはね例えばバッテリーでリチウムイオンバッテリー、えーね、輸送とかで危険なものあるいは成分でね、えー、何か使っちゃいけないものが入ってるあるいはね、えー、危ないものが入ってる燃えるものが入ってる劇薬しているものが入ってるというような危険物の話です。えー、包丁ととかかねナイフとかそういういのが 危ないから危険物とかそういう質問ではないです。まあ疑問に思ったらね、質問を確認してください。で、この時ね、わかんないから、まあでいいやと言ってね、えー、本当はイエスかもしれないのに、脳にチェックしてしまうのは厳禁です。これね、非常にまずいことになりかねないんで、電池を使っている場合はきちんとイエスと、危険物指定の場合はきちんとイエスというふうにね、チェックをしてください。そして電気を使う商品の場合は、 電池というところにイエスを、ね、クリックすると、電池がどういう状態で入ってるかという質問項目が出てきます。これ上から、ね、4つ。1番目がバッテリー組み込まれた商品です。2番目がバッテリーが同梱されている商品です。これちょっとね、何が違うのという感じなんですけど、使うときと同じ状態のところに、ね、バッテリーが収めてあって、 絶縁体のね、何かプラスチックかましてあるとか、そういうのがね、1番目。で2番目はね、同梱されていると、横に置いてあると、組み込まれていないとで。3番目はね、商品そのものがバッテリーですという場合ですで。4番目はね、バッテリー使う商品ですけど、同梱されずね、購入者が別に買う必要があるという指定です。でこのバッテリーね、選択すると次は、その電池の種類。 を選びななさいといとう形になってきますでますあ普通に問題なく遅れてね日本でよくあるのはこの一番上のアルカリ電池、ね、要注意が、ね、このリチウム電池リチウムなんちゃらとついてた場合はね、えー、実際には容量がちっちゃければ遅れることが多いんですけど郵便局だのねほとんどの輸送会社がねリチウムってこのものも文字が入ってただけでね、えー、断ってくることが多いんで、まあ、リチウム電池ね入っている商品は、えー どうしてもね、これすごい儲かりそうだから扱いたいという場合はご相談ください。そうでない場合は見送った方がいいです。で、バッテリーの種類を選ぶと、次にね、えー、今度はバッテリーのサイズ。えー、日本みたく単3、単4、単2、単1じゃなくて違う表示になってます。でこの CR2 とかね、LR44 っていうのは同じ表示なんですけど、まあ、このね、サイズとか容量ね、 ボルかかとっててのをね、選ぶ欄が出きます。これね、どこ選んだらいいかわかんないときはご質問ください。ちなみにね、このバッテリー、プラス、例えばね、AAA とかね、WA とか AA とか AAA というのを検索すると、その日本でいうところのね、それ炭酸ですよとか、単2ですよとかいうのが出てきます。 でバッテリーのサイズを選んだら次にそれがいくつ入っているかを選ぶと。ね、1, 個1個入っているのか、2個入っているのか、4個入っているのかを選ぶと。ここまで記載したらサブミットをクリックするというので、ね、バッテリーと危険物の指定は終了です。わ、まあ、からないときは、ね、これこれ間違えると、ね、まずいことになりかねない項目なんで確認のために質問してください。まあ、分かっているけど一応確認したいという場合も、ね、お気がねなあの 期間でなく質問してください。アマゾンサポーター堀秀夫でした。